こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。新型コロナに全く関係なくマイナス成長で経済危機の韓国ですが、失業率が最高を記録しているようです。本当にコロナが理由なのでしょうか？それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。新型コロナウイルス感染症による雇用ショックで、韓国では先月20代の雇用率が1982年に統計を取り始めて以来、同月基準で最低を記録した。失業率と失業者数は1999年6月の統計集計基準の変更以降、同月基準で最高値を記録した。休業・休職が続いており、一時休職者は3ヶ月連続で100万人以上発生している。就業者の減少傾向は3ヶ月間続いたが、社会的距離の確保、ソーシャルディスタンスから生活防疫への転換で減少幅は縮小し、政府は雇用状況が回復の兆しを見せていると診断したが、一方専門家は雇用改善とは程遠いという見解を示した。世界的なコロナウイルスの拡散により輸出が減少し、特に製造業の雇用減少が拡大した。韓国統計庁が10日に発表した5月雇用動向によると、先月の失業率は前月より 0.5% ポイント上昇した 4.5% で、1999年6月に休職期間4週間を基準に統計を取り始めて以来、5月基準で20年ぶりに最高を記録した。以前の集計基準である休職期間1週間の基準では、1999年5月の失業率は 6.5% を記録したことがあるが、今年と直接比較することは不可能だ。失業者数も127万8千人で、1999年6月に休職期間4週間の基準で統計を取り始めて以来、5月基準で最も多かった。韓国政府は先月6日、感染防止対策を生活防疫に切り替えており、採用再開などで非経済活動人口が休職活動に乗り出したため失業率が上がったと解釈している。企画財政部のキム・ヨンボム第一次官は、失業率の上昇は決して嬉しいニュースではないが、コロナ時代の失業率の上昇は働き口を求める意思と環境が回復しているという意味にも解釈できるため、肯定的な側面を含んでいると述べた。これに対し、ミョンジ大学のオム三民経済学部教授は、非経済活動人口が減っていないのに失業者が増えたということは、一時休職者が失業者になった可能性がある。失業者が増えたのは非経済活動人口から来たからであるため、肯定的な評価をするにはまだ見守る必要があると指摘した。5月の一時休職者は102万人で、1年前より68万5千人急増しており、1982年に統計を取り始めて以来、初めて3ヶ月連続で100万人以上を記録した。しかし一時休職者の増加幅は3月26万人や4月113万人に比べて縮小した。通常一時休職者は休職自由が解消されれば一般的な就業者として復帰するが、今後雇用状況がさらに悪化する場合、失業者や非経済活動人口に移動する可能性がある。政府はこれは老人雇用など政府の雇用事業が再開されたことによる効果だと説明した。雇用ショックは特に青年層に集中した。20代の就業者は1年前より13万4千人減少した。雇用率は 55.7% で 2.4% ポイント下がり、1982年に統計を取り始めて以来最低に落ち込んだ。臨時日雇い労働者、自営業者など雇用脆弱層への打撃も続いた。臨時日雇い就業者は65万3千人減少し、1989年1月の統計作成以来過去最大に急減した。先月
78万3000人よりは減少幅が縮小したが、通貨危機直後の1998年9月、59万2000人よりははるかに上回った。従業員を雇用している自営業者は20万人急減した。先月の就業者数の減少幅は39万2000人で、前月47万6000人よりは縮小したが、輸出が減り、製造業就業者の減少幅は拡大した。製造業の就業者は5万7000人減って、3月マイナス2万3000人、4月マイナス4万4000人に続いて3ヶ月連続減少した。それではネットの反応です。軽失業だ。失われた10年だ。10年前に戻す魔法。問題の深刻さを認識していない現政府が問題。20代より40代の就職率がより深刻である。ちなみにコロナの前から経済は落ち込んでいました。ムンジェインの功績がコロナのおかげで隠れているね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。